さて依頼を受けようかな。痴漢を捕まえてください。お、早乙女陽介。あ、陽介くんだ。月野がまた変態に気に入おーおーおお、前回同様変態三銃士の男で、今度は痴漢です。妹はまた襲われるんではないかと怯えて一人で街に出ることもできません。八神さん、どうか変態を捕まえてください。事務所に伺います。よし、受けよう。ご足労いただきありがとうございます。では依頼内容をお聞かせください。あ、八神さん、タメ語でいいっすよ。俺たち年下だし依頼人だからって気にしなくていいですから。そう、じゃあお言葉に甘えて。それで今度はどんな変態なの？変態三銃士のお尻マイスターと呼ばれている痴漢です。え、お尻マイスター？変態三銃士、お尻マイスター。女の尻に異常にこだわる変態らしいです。その他の部位には一切興味がないとか。筋金入りの尻フェチというわけか。また月野さんがその変態の被害者に？はい。人混みの中を歩いていたら突然お尻を触られたんです。なぜその痴漢がお尻マイスターだと分かったの？その痴漢と目が合った時、その人がニヤッと微笑んで、張りと弾力のある健康的でいいお尻だ、君は長距離走に向いているよって言ったんです。お尻マイスターは元陸上の選手らしくて、女の子の尻から向いてる競技を推薦するらしいです。それはめちゃくちゃ気持ち悪いな。他には何か？髪が長すぎる、空気抵抗を減らすため束ねるかショートカットにしようねって。無駄にアドバイスが細かいな。それにしても今回ははっきりと顔を目撃してるね。どんな男だった？黒縁眼鏡をかけていて坊主頭で、口の周りが濃い武将髭で覆われていました。二度も遭遇しているのではっきりと顔を覚えています。え、二度も被害に？はい、月野のやつ例のごとく変態に気に入られちゃったみたいで。だけど顔が分かってるならすぐに捕まりそうじゃない？いや、それがお尻マイスターは元陸上選手なだけあって足がめちゃくちゃ速いんです。必死で追いかけても誰も追いつけないとか。それは厄介だな。それにしても二度も触られたなんて、さぞかしいい尻だと思われたんだろうな。俺許せないんです。男に触られたこともない汚れなき月野の尻を触った痴漢の野郎が。ちょっとお兄ちゃん、余計なこと言わないでよ。お願いします。八神さん、お願いできますか？いいけど依頼料学生には高いと思うよ。前回も払ってもらったけど5万だよね。大丈夫っす、最近バイトで稼いでるんで。で、今回はどうやって捕まえるおつもりですか？痴漢の場合現行犯で逮捕できればベストだけど、さすがに妹さんをおとりにするわけにもいかないような。誰か身代わりになれる人がいればな。ん？八神さん、どうしたんです？ジロジロ見ちゃって。この二人顔も似てるし背丈も近かったな。あのさ、陽介くん、君月野さんとよく似てるよね。え、そりゃまあ一応双子ですからね。じゃあ陽介くんが妹さんになりすまして犯人をおびき出せないかな。え？え？俺が月野に？いやいや、そんなん絶対バレるでしょ。そうかな、私もいけると思うけど。お前までそんな、絶対嫌ですよそんな作戦。困ったな、陽介くんがやってくれれば話が早かったんだが。もう仕方ないな。八神さん、私がやりますよ、おとり。え？え？だけどお兄ちゃんがやりたくないって言うならそれしか方法はないですし。だけど万が一触られたら、そうならないように八神さんとお兄ちゃんがすぐ近くにいてください。触られる前に捕まえてくれればいいですから。分かったよ。分かった、月野さんがそう言うならお前の尻は俺が守る。お前がおとりになれ。ちょっと心配だが月野さんに頑張ってもらうしかないか。八神さん、どうですか、それらしいやついますか？いや、今のところはまだ。ターゲットが現れるまで根気よく頑張ってみるしかないな。黒縁メガネで濃い武将髭。ん？黒縁メガネで？ああ、違うな。
これは怪しい。月乃ちゃんか。不安だろうな。早く変態を捕まえてあげよう。あ、待って。にゃんがいるな。あ、猫ちゃん、車の上にいた。あ、こんなところに猫がいるぞ。さてと、この辺に、なんか、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、いるぞ。陸上のユニフォーム着てるやついるぞ。他には、あいつ犯人なの間違いないから、あ、でも、それ以外調べられるとこないかな。ん？あ、あいつ、特徴が一致するな。てか、なんだよ、あの格好。なんかやばそうな雰囲気だな。陽介君に連絡した方が良さそうだな。もしもし、八神さん、変態見つか、あ、陽介君、危ない、後ろ後ろ、え、やべえ、あ、触ったえ、俺のアドバイスに従って髪を短くしたんだね。感心感心。ちょ、おい、俺は月乃じゃん。いい尻だ。ん？ん？今日はいつもよりお尻が硬いね。マラソンでも始めたのかな？八神さん、助けて。妹と妹さんで間違えられたのか。ん？1位ついて、あ、よーい、ドン。な、に、逃がすかよ。なんでその1位について用意ドンがボイスあるんだ。行くぞ、チェイス開始。お尻マイスターを捕まえろ。よいしょ。あ、間違えた。おお、あー、逃がしちゃう逃がしちゃう。よいしょよいしょ。待て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 。よし、飛び越えるぞ。三角、よし、オッケー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。よいし、あ、間違えた、タクヤ、よっしゃ、飛び越えろ、オッケー。待て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 、行くぜ、ゲイ、あっちか、よいしょ、四角、飛び越える。ちょ待てよ、ちょ待てよ、オッケー、捕まえた。なんちゅう逃げ足だ。元国体選手の俺に追いつくとは、お前何者だ。ああ、探偵だ。お前が変態三銃士、お尻マイスターだな。探偵だと。じゃあお前が同胞パンティ教授を倒した男か。同胞、ま、とりあえずお巡りさんのところに行こうか。俺がパンティ教授のように簡単に捕まると思ってもらっては困る。あの男は三銃士の中ではむしろ凡人、いわば変態のアマチュアに過ぎない。あれで凡人だと。おまけに今の俺は可愛い女の子のお尻を触ってとても興奮し、血流が良くなっているのだ。人間なのだ。いわばパンプアップ状態なんだよ。あ、脱いだ。は？確かにすげえ体だけど、脱ぐか。俺は変態アスリートだ。変態アスリートの真の恐ろしさをな。お尻マイスター。まあ倒すしかねえか。よし、頑張ろう。よいしょ、よっ。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、危な。よいしょ、いはい、よっと、おい、よっ、ちょ待って、ちょ待って、危な。よし、よし、おい、オッケー。ほい、ほい、はい、よっと、い、よいしょ、よっ、よっ、
よいしょ。倒れてるところやっちまえ。あーで、あー遅かった。よいしょ、うい、後ろから、よいしょ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 、あー、ちょ、おう、危ない、ちょ、おう、おう、やるな。よいしょ、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 かわして、ボン、ボン、ボン、よいしょ、よいしょ、決まった。いい気になるだよ。この程度、へでもない。お尻だけにな。なんだと？金銀なのだ。あ、女子の尻を触り、パンプアップ状態の俺にとって、この程度の打撃、蚊に刺されたようなものなのだ。あ、そういえば、さっき言い忘れたけど、あんたが触ったのは、双子の兄の方だよ。まあ、女の子みたいに思い見えただろうけど。なんだと？じゃあ、俺は、男のお尻に興奮してしまった。ということか。そりゃ好都合じゃねえか。無所に入ればいかつい男の尻を散々拝めるんだからな。いかつい男の尻だと、いやだやめろ、男の尻は嫌だ。というわけで、痴漢は捕まったから安心してよ。さすがです。警察でも捕まえられなかったのに、協力してくれた月野さんや陽介くんのおかげだよ。八神さん、素敵です。それほどでも。うん、尻を触られた。まさぐられちまった。私におとりをやらせたから、きっとその罰が当たったんだよ。八神さん、これお礼の依頼料です。お、どうも。では私たちはこれで。変態三重師は残り一人か。月野さん、変態に好かれやすいようだけど、もう何もないといいな。